おはようございます。おはよう。さっきね、あのね、オウムが泣いてた。あのパパがね、オウムのモノマネをしてて、さっきそれでずっとオウムがおはようおはよう言ってた。おはようございます。今から見はちょっとアイロンを出ていきたいと思います。髪の毛、そうでね、かけていきます。おはよう。やば、めっちゃね、目がね開きますね。ていうかさ、なんかさ、めっちゃさ、さ、顔やっぱ薄いですね。顔が薄い。まあいや、ちょっと一回前髪下ろしておきます。ボサボサやけど、な、ボサボサやん。やっぱ寄せます。後でやります。前髪は先にあの後ろの髪をやります。一回寝癖直しで直します。ちょっとでね、じゃじゃん、これです。この前紹介したやつ、ポパンチュのブラシです。これはほんまに可愛いですね。おはようございます。おはようございます。もうなんかうちやばい、うちわの位置がかわいそう。あのかぶってたからね、変えました。涙かぶってたからさ、やっぱりね、かぶってると見えにくいから。じゃあアイロンします。あ、桜いっぱいありがとうございます。さっき帰国したよ。日本あったかくて助かったな。あったかいですよね。やっぱ前髪ちゃんはあの長いんです。今切りたい切りたいな。おはようございます。おはよう。おかえりなさいですね。土曜出勤で泣いてるので元気満タンにしてくださいって。あ、じゃあカメハメハを送っとくわ。せーの、カメハメハ頑張れ、頑張ってください。応援してますよ。おはよう。おはみこ、おはみこ。それではアイロン持ってます。ちょっとね、あの寝癖直しをかけてからやるぐらいが一番なんか自分的にな、アイロンが入れやすいです。あみちゃん、おはようございます。朝早くから配信お疲れ様です。ありがとうございます。こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。はい、 GSGK 見てよって、ありがとう。 GSGK ほんまにやばい、全然喋ってなかったな。ちょっともうほんま、じゃそろそろ先輩に人見知りしすぎるのをやめたいんですよ。けど人見知りっていうのはやっぱ治らないもんですよね。どうしたい、皆さん人見知りとかないですか。あみさ、むっちゃ人見知りになるんですよ。になるっていうか、人見知りをする、人見知りなんですけど、どうやったら克服できるんですか。なんか分からへんねんほんまに難しいよな。ちゃ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 ん、はい、もうこれだけです。雨ちょっとしかかけません。そんなにジュージューしないです。じゃあ反対側ですね。でで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 、皆さんおはよう。あみは後で朝ごはん食べますね。今日の朝ごはんはドーナツを食べたいと思っています。ドーナツを食べるのはめっちゃ久しぶりです。よし、今日はもう目がやばいんですよ。左目。おはよう。ありがとう、仕事頑張ってくる。頑張ってね。そう、今日もモーニング食べます。
お疲れ様です。お疲れ様。確かに薄いな。薄いよな寝起きの顔は薄いです。明日2週間生誕祭雨が出ないの残念。そうやねん、出えへんねん。だから次雨が出るときよかったら皆さん見に来てください。待ってます。そうなんです。おはよう。めっちゃ人見知りだよって。あ、めっちゃ人見知りするよって。やっぱり、あ、ワイも人見知りやって人見知りしないやって。あー、なんで、どうやったら、どうやったら人見知りしないで済むっていうかさ、人見知りないなくなりましたか。先輩も大体人見知りだから大丈夫やってね。俺も人見知りだよだって。うわ、人見知り多いな雨もやけど、雨もやけど人見知り多いですね。すごいな、人見知りじゃない人。だから雨は新学期は怖いですね。4月。まあでもそんなんずっとクラス替えのこと言っててもですよね。いつかは慣れるやろさすがに1年もおったらね、いつかは慣れるやろうと思うので待っときますわ。頑張ります。だってなぜかさ、この触覚が変な、ほら、なんか太巻きみたいになってるので、これも戻します。伸びてきましたね、これもこっちも。てかなんかね、なぜか知らんけどこっちの方が量が少ないんですよなんで、なんでやろう。気にしてなんか作ったとかじゃないからだと思うんですけど、なんかね少ない。こっちが多いかもしれん。逆に少ないんじゃなくてこっちが多いっていうことかもしれないです。できました。てれれん、前髪は。でも後でちょっとな、時間があれば言いたいことがあるのでやめときます。オッケー、出来上がりですいつもこんな感じです。なんか聞こえた声がちっちゃくてわからんかったな。アミコ髪切れよね、ありがとう。初めて会う人には印象良くしないとって話しかけるかもって。頑張ります。まず誰推しですか、よくおられますかって。なるほどね。多分今のね、パパのオウムさんだと思います。パパがさっきオウムのモノマネ推しだから、それでまたやったんだと思いますさっきはね、あのマジで爆笑してたんですけど、ちょっと聞こえにくかったな今のは ね、おはようございます。リニア生誕祭でレソワって秘密です。それはまたもうちょっとしたら多分メンバーが出ると思うので待っててください。はい、おはようございます。あ、じゃあ朝ごはん食べます。今からみは、まずはまたお湯を沸かすところからしますね。まあディファールなんでそんな火とかじゃないんですけど、じゃらーん、今日の朝ごはんはこちらです。これはなんかね、ミスドの新作らしくて、だらん、むっちゃキラキラなんですよ。なんかね、何がついてるんか分からんけど、上になんかいっぱいファサファサがついてる。こういう服ありそう、なんかピンクのニットにキラキラがついてるみたいなそんな感じの食べ物ですね難しいな、表すのがさ。おはようございます。あ、しじまるさん、なんかペンライトありがとうございます。ファンは推しに似るから、このルームの視聴者人見知り多いやって。じ
て亜美が人見知り告白したら皆さん治りますか皆さん治りますか人見知り。でも人見知りってなんかそう簡単に治らんよな。ね、うわ、来ましたよ、来ました来ました やばい、おはみたん、おはみたん、おはようございます、おはよう。ボコ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 です。パパタンオウム飼ってるのやって、うん、なんかオウムのパパの中でオウムを飼ってるみたいですよ面白いおばだなアミはね、一番ねミスドは普通のポンデリングが好きです。ノーマル。1日目はそのままで、2日目はフライパンで焼いてみてください。ブリュレみたいになって美味しいので。はあ、もうすぐです。カチッって言うから聞いてて。ほら、なりました。はいじゃあてってりです。そうそう、だから今から入れます。紅茶です、紅茶もう用意してあるんです、これは。あー、しゃがむのがしんどいわ。だからね、大雑把にやっちゃうんですけど、皆さんは気をつけてください。そういうのしたらやけどするからなよし、OK、できました。おはようございます、皆さん、おはようおはよう。もういられない、気にしないで。こうやってちょっと紙で隠しとくわ。片目だけ隠すタイプのいるよなおはようございます。ポンデリング美味しいね。うん、美味しい。うん、あれ、ポンデリング食べたことないんやって。食べてみて、美味しいから。本当にね、食べた方がいいです美味しいから。ちょっと気になってる方は食べてみてください。じゃあちょっと紅茶を引き上げます。うわっ、ういっ、オッケー、できた。あ、牛乳欲しいな、牛乳欲しい牛との表札どうしたんですかって。これはほのぴの生誕祭でねもらいました。名前入り見えますか、湯気。見えないか、見えんな。何だろうなって。うん、いる。ママが持ってきてくれました。ちょっと待って、牛乳を入れます。うわ、やばいやばいやばい、入れすぎた。はい、どうも。オッケー、またちょっとインしてるから見ないで癖なんですよ、もうこれ。なんか今年の冬に癖になっちゃったな。なんか寒いし、なんかパジャマがねさ、顔洗う時濡れちゃいそうで嫌やから入れてるんですよ。待って、ちょっと一旦ちょっとこっちにいらしてちょうだい。そしてね、こっちにいらしてちょうだい。これつけどこ、おばんちゅいやーやばいやばい、おでこが見えちゃう。そう、あのな、暑いからな、
紅茶を入れたらな、見てこんなギリギリに入れなっちゃった。入れすぎや、気をつけて飲むとき。おはようございます。そう、ダメです、熱いのは。おはようございます。もちもちだよね、うん、美味しいです。ので2日目のその何ボンデリングがベタベタになった時は、うん、焼いてみてください。そしたらむっちゃねサクサクになる。ブリュレしたやつになって美味しいから、焼きすぎは注意です。ミルクティーですよ。そうそう、お小遣いチャレンジする最高で1000円ぐらい入ってたのかなって。そうで最低で10円だし、だから100円ってまだマシなんですよ、 GSGK ね。そうそう、まだマシだから、まあ100円でも10円じゃないだけマシですね。おはよう、じゃあ食べたいと思います。フォークとさ、あのさ、お皿がさキーキーになってさ、今めっちゃ嫌な音した。耳がさ、耳が破裂しちゃう。そう、じゃあ食べます。アミはボンデリングとかこういうのはまずは半分に切るんです。でそこからは食べやすいように切っていきます。アミはねちょっと切りすぎやけど、一口サイズにするのが好きです。いただきます。 GSGK ね、もうねめっちゃ緊張したで、ほんまに。じゃあなんか、じゃあなんやろうな、なんかさ、何、うん、なんか何、緊張しましたね。簡単に言うと略しすぎやな、間が大事やのにさ、略しすぎやけど、まあとにかくめちゃくちゃ緊張したんですよ。で、あーでもねゴルフめっちゃ楽しかったですよ。そう、もうすごい楽しかった。あのね、じゃあゴルフっていうのはなんかね、ついてってちょっとは 2回ぐらいはやったことあったけど、そんな自分だけで打つっていうのがなかったんですよ今まで。だからなんか不思議でしたね、楽しかった。また休みの日に何なんかやりたいなって思いました。楽しかった。うん、あ、いちご味は基本選ばないんですよ、このドーナツだからさ、なんか新鮮ですね。紅茶を飲みたいと思います。熱いわ、ちょっと一旦置いとくわ。熱い、昨日配信されたのまだ見てないでって見てくださいけど、ほんまにびっくりしないでな、海ほんま、はいしか言ってないからほとんど、もうびっくりしたもん自分で見て。皆さん今日の朝ごはんは何食べるんですか？もう食べましたか？なちょほんまさ、今のさこれでさ変顔されてもって感じですよね。カレーパン買って朝遊んで食べたらいいですね。熱っ、マジで熱い。ちょっとほんまにさ、多分アミが気にすぎね。
GSGK ラブ場面でアミナの優柔不断で出てが多かったって。そうアミナ優柔不断も優柔不断なんですよ何そう難しいんですけど優柔不断なんですよ。ほんまに決めれないんです一人で。だからね困りますね。どっちにしようどっちにしようで時間決めてで、なんもな申し訳ないと思うんですけど、アミなんかママにどっちがいいと思うって聞くやん。例えば朝ごはんどっちがいいと思うって聞いて、じゃあ久しぶりにご飯食べたらって言われるとパンが食べたくなるんです。だからあじゃあやっぱパン食べるって言って聞いて聞いてその答え聞いてるくせにその相手から言われた答えにシーンっていう、ほんまちょっと何ですか、優柔不断プラス優柔不断プラス天の弱やばいよこれは。最悪な組み合わせやで。聞いといてそれやらんのかいってなりますよね。でも2個目に選んだ方がさなんかいいって思わないですか。なんかよく言うやん、2個目についたっていうのは2個目に目についたよりも2個目が1個目を目についたことがあるのに2を選ぶってことは2がよほど良かったんやろと思うから。そうですほんま良くないな。イナン食でホットドッグが出ました。イスラム教の国なのでチキンソーセージでしたが美味しかったって美味しそう。なんやっけパンはライスっけ、なんだっけな、やっけ合ってる。イナン食はねパンで大体肉ですでも機内食ってあんま出てこんよな、遠くないと。ん？沖縄って出るっけ機内食おはようございます。海はね、海は言うてそんなに海外には行ったことがないんですけど、グアムしかないから海外って言えるかそんな遠くないからさあれなんですけど、その時は機内食が出ました。その時に何回か食べたな。グアムにしか行ってない逆に。本当はね5年生ぐらいの時にグアムにもう一回行く予定をしてたんですよ。3回目グアムに行きすぎだけど、なんかコロナになって、あ4年か5年ででなんかこの現地は全然コロナ大丈夫やったけど飛行機が怖いからっていうことでアムはやめました。悔しいですね。そうだからグアムを諦めました。そこでね飛行機の中で一生ね君の名前を見てましたグアムも海外だよね海外やけどなんていうん、うん、でも楽しいですよ。めっちゃ楽しかった。あのねグアムくんグアムちゃんっていうグアムのぬいぐるみがいるんですけどね、あれがお家にいますよ。アミはおはよう。
仕事で海外行けるといいね。な、みつがね、大阪から世界へ、だからみんなで海外に行きたいですね。なんかさ、みさ、飛行機とか新幹線とか大好きなんですけど、わかりますか？なんか何、そういうなんか外には出られへんけど自由にできる空間がめっちゃ好きです。グアムでファンミーティングしようって皆さん来てくれますか？おはようございます。おはよう。おはよう。8月に握手会で監督でくれるの嬉しいだ。皆さん、ハミと握手してください。ハミちゃん、乗り物乗ったらすぐ寝るけど飛行機は大丈夫やってんだ。飛行機も寝る気がする。忘れた。あとね、飛行機乗った後にさ、新幹線乗った時ってさ、このさ、シートベルトめっちゃ探すくない？あれ、シートベルトはないみたいななりますよね。飛行機あるある、あるあるか分からんけど、アミのあるあるね。ハワイに行ってみたいですね。あの、海が綺麗なところが好きなんで、アミの家族は。だからね、グアム行ってね、何、泳いだよ。で、ハワイも行きたい。あとはサーモンが美味しいとこでどこやったっけ？カナダやっけぐらいに行きたいな。グアムは、あ、バナナボートに乗ったんですけどね、なんかな、なんかわざとパパがね、こうやって揺らしてくんので、落ちたか落ちてないかでめっちゃ怒ったナミやめてよって。でもね、めっちゃ笑いましたよ。もうみんな落ちかけで。でね、お友達の家族と言ってたんですけど、友達の家族はそれで本当に落ちたんですよボートから。それでめっちゃみんなで笑ってました。海ぶどうも、あ、それは沖縄やな。海ぶどうは沖縄や。美味しいな、久しぶりに食べたいな。グアムな、あとパンケーキ、めっちゃでっかいパンケーキ食べたで。もうなんかね、なんかすごいでっかいのが来ました。食べきれんかったもん。なんかさ、小さい頃ってさ、どこにでもサメがおると思ってたからさ、海に入ったら、だから落ちるのが嫌でしたね。うん、海ぶどう昨日食べたでいいな、食べたいな。そう、そんな感じですね。あみね、北海道に行ったことがないんですよ。だから行ってみたい、北海道。そう、うん、30万ポイント達成したよって。すごい、ありがとうございます皆さん。やったありがとうございます。ほんまにいつも毎日朝昼晩ってやってたくさん見に来てくれてありがとうございます。わーいでもね、まだあと2日、今日と明日があるから続けるので
むっちゃ来てください。まだやったー、イエーイイエーイ、ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。やばいな、嬉しいやったー、ウェーイですね。ほんま一日ウェーイ言ってるかもしれん達成しとってありがとう、皆さんありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そう、ほんま皆さんありがとうございます。ありがとうありがとうございます。頑張りますね。まだまだあと2日あるので頑張ります。次のじゃあ目標はまあできれば3位で終わりたいな。 1,2,3 を9期で埋めて終わりたいですね。頑張りますけどな、時間制限があってね、それがねもうまあ叱らないんですけどね。だから頑張ります。ありがとう、皆さんありがとうございます。ほんまにありがとうございます。これからも頑張りますちなみに今ないねって、今はさっき3位で出てきてた。でもね、朝は4位やったんですよ。昨日の夜に1回4位になって、今多分3位かな。出てきてたのは3位で出てきてた。3位ですって。ちょっと喜びます。めっちゃいた、イエーイ、朝からね喜んでますようん、イエーイ。内心がみたんばだでいっぱいなるといいねってね。あ、まんじゅうろさん、ペンギンありがとうございます。ペンギンありがとう。な、ほんまになるといいですね。頑張りますね。頑張るよ。おはよう、ありがとうございます。まんちゃん来たぞ。おはよう、おはばんです。おはばん、おはみじゃない、おはばんおはようです。アバター何にするか考えます。確かにな。え、どう思いますか、人間かパンダか悩むよな。悩んじゃうな。でも人間の上にパンダをつけたり、人間にパンダを持たせるっていう選択肢もあるからさ。ティータイムですティータイム。そうだからね、悩みますね。悩んじゃう。どう思いますか。あ、バトン持たせるのもいいな。どうしよう。順位は毎日桜ギフトだけが対象だよって。だから頑張ります頑張ります。あ、アバター提出するときに締め切りだけは気をつけないで、ちゃんと守りますよ。締め切り、自画像プラスパンダ7匹7匹か。まあ確かにラッキーセブンって感じでいいですよね。パンダに釣りさせたらって、可愛いな、それもいいかも。うんうん、どうやろうな。でもなんか、え、どうしよう、悩むな。嬉しいな、ありがとうございます。ほんまにありがとうありがとうございます。いや、ほんまにありがとうございます。ちょっとやばい、ありがとうございます。もうね、今雨は語彙力がありがとうございますっていうのしか、あとやばい、やばいはいつでもあるから。みたんがパンダの着ぐるみ着てるのとかって、あー、かわいいな、それも悩んじゃうな。うーんどうしよう、悩んじゃうわ。そうか、頭にバンド乗っける、こうやってどっちでもいいけどな、かわいいな。それかもう、それこそパンダに釣りさせるとか、パンダにバトンさせるとかでもいいかもしれん。いつか雨のね、
アミが作ったアバターで誕生を埋めたいです。ウーカさんがもうハワーくんだらけでめっちゃすごいんですよ。可愛かったんよ。スクショ撮っちゃったもん、すごすぎて。そうだから、アミもできるように頑張ります。筋肉は頑張りますね。よろしくお願いします。それ見たことあるってな、すごいですよね、ほんまに。着ぐるみがいいなって、かわいいよな、着ぐるみ。着ぐるみ確かに服考えるのもな難しいもんな。でもわがまま着てるのもかわいいよな。おはよう、おはよう、おはようですよ。あ、サンギ出てる、ほらここです。おお、30万ポイント超えてる。あー、やったー、ほんまにありがとうございます。頑張りますね。4位までは商品あるよね、ありますね。けどな、せっかくならね、1、2、3位埋めたいですよね。おはよう、おはようございます、おはようございます。うん、やっほー。なみたんの今日の予定はって、なんかやることない、なんやろうな。あ、でもね、できればできればもう一回バトンしたいんですけど、でもちょっと分かれへん、場所が空いてるかで、もし空いてたらやりたくて夕方か昼か悩んでるけど、できたらやろうと思います。待っててください。もしできんかったら、もし取れへんかったら、場所が家でもやるかなと思うので、家でやるなら、あの投げ技っていうんかなはできないので、よろしくお願いします。そう、あとは何するかな。でもなんか作りたいな、お菓子お菓子作りたいなね。うんうん、な、おはよう、私もハワーくんでしたって、かわいい。おはようございます、おはよう。そうなんです、皆さんよければここのハートを押してください。で、白いハートやったら、まあ、色塗りしてる感覚でピンクにしてください。でももうピンクの方は、あの、なんていうん、タッピングストック、ストップ、なんていうか分からんけど、押さないでください。あ、ストッププッシュ、プッシュストップ、分からんな。分からんこと言わんとくわ。おはようございます、おはよう。ちょっとお腹いっぱいになってきましたね。時間をかけながら食べるということは結構お腹いっぱいになることなんですよ。で、そうね、おはようございます、おはよう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 。あ、皆さん桜いっぱいありがとうございます。桜ありがとう、ありがとうございます。おはよう、クッキー作れてな、何作ろうかな、悩みますね。悩みどころですね、これは。とても、もし材料があればマカロン作りたいな。もうね、失敗ばっかなんでね、ちょっとちゃんと作りたい。それか、クッキーか、悩みますね。というかね、昨日ね、TikTok で出てきたんですけど、片栗粉あるやん。に、水を入れて混ぜて、そこにお湯を入れて混ぜながらお湯を入れたら、わらび餅みたいなお餅になるらしいんですけど、知ってますか皆さん、あれ。初めて知ったんですよね。ね、
コンサートブルーレイと DVD ユニバース、あ、DVD ユニバーサルが届いてあって、いいですね、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。うんうん。そうですね。おはようございます。おはよう。おはよう、おはよう、おはよう。なんかさ、ねけ、この歌。あ、卵、卵、たまごっちか。なんか聞いたことあるなと思ったんです。おはようございます。おはようございますです。おはようございますです。おはよう、まだやってて嬉しい。ありがとう。見に来てくださってありがとうございます。ありがとう。明日は蔦屋に行ってくれた。あ、お渡し会明日って。やっけ。いいですね。何も一緒に受け取りに行こうかな。ありがとう。いつ髪もできるといいな。夜は西山、あ、生誕祭楽しんでください。バイバイ。おはよう。一日店長、あ、そう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 、それ。おはようございます。あ、おはよう。ハッピーハッピーハッピー、ズン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 。ナミタンの名刺欲しいやって。名刺な、やっぱそこはミタンクラブ社長の名刺やな。皆さんたくさんギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。おはようございます。ナミタンがお客さんできたらメンバーびっくりするやろなって。な、ちょっと、なあ、ほんまに皆さんいいな、今受け取りに行きたい。でもいつかはね、逆にもなりたいな、みが皆さんに渡す側もしたいです。こうやって、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。かわいい、ふわふわ。予約いるんですかね、でもそういうのって。いるか、いる、いるか、さすがに。おはようございます、おはよう、おはようございます。行ってみたいな、みも。はい。おはようございます。はよ、すぐにゃんなれるよということや。すぐにゃ、すぐにゃんなれるよ。で、これは今日は何時も大事なので、悩んでますね。8時ぐらいにしようかな、一旦。またね、昼にまたもう一回やるしね、待っててください。あ、どうしよう、昼に、どうしよう、悩むな。どっちかお菓子作りたい、雨は。そう、どっちかやりたいんですよ。でも夜にはお菓子作るの変よな、さすがに。昼が長い配信になるかもしれん。そしたらもしかしたら分からへんけど、はい。ちょっと一瞬待っててもらってもいいですか。ちょっとパンちゃんにつないでてもらいます。どうしてだ、パンちゃん、ちょっと待って、見えるかな。ここにお座りしてください。ちょっと待ってて、皆さん、ちょっとここね、はい、OK。
ただいま、ただいまだよ。はい、パンちゃんここを追ってじゃあ一緒に配信します。あ、見た、変身したやつ。はい、ほんまにパンダになるとか言って。アミは今からちょっとだけね、あのね、メイクをしたいと思います。でもな、アミな言う、あのほんまそんな下手、あのな、うまくないんですよ。まあそれ、そうですよね、そうですよね。だからやります。まあちょっとだけですよね。でもそんなガツガツにはメイクをしない。え、アミちゃんが二人で間違えないでください。ワンちゃん留守番中な、ちゃんと偉いです。ワンちゃん今日は何して遊ぶって。あ、やばい、あのさ、手形がさ、そのふわふわやからね。いくで、ほら、ついちゃう。ちょっといい感じに丸い、丸い頭にしときたい。オッケー、おはよう、おはよう。ワンちゃん最近調子どうやって、どうですか。あ、いいって言ってるわ。朝ごはん何食べた、誘えて。食べた、まだ食べてないよってさっき起きたから。はい、ちょっと鼻がね、実はね、めっちゃ黒いんです。お目目とかは何、薄い、なんかね、グレーっぽい感じなんですけど、鼻だけはね、黒いんです。可愛いよな。はい、じゃあやります。ワンちゃんのおかげで配信できなくてよかったねってな、ちゃんと留守番してくれたので。どっちが見えて、え、こっち。じゃあやります。ちょっとだけ、ほんまに下手くそなんで、そこだけは何、優しいお目目で見てください。よろしくお願いします。よろしくね。そう、ほんまにそんな感じです。あももーちゃメイドアジジ、アジズさん、はじめまして、はじめまして、おはよう。あゆみちゃん、笹岡さんと言い合いしながらメイクしてもらってたって。そうなんや。手前涙無口なんて、多分眠たいんです、きっと。あやばい、もうそろ仕事行くねって。あ、頑張ってくださいということで。あ、柴犬さん、はじめまして、はじめまして、おはようございます。そんなにね、そんなにね、なんかね、ほんまガチ勢じゃないので、メイクも。そこだけはお願いしますって感じです。ではまずは下地を塗ります。アミはこれもそんな特に、なんて言うんですか、こだわりっていうのがなくて、こだわりっていうこだわりがない人なんですよ。ない人とかもあるか分からんけど、ないんです、ほんまにない。だからそう、よろしくお願いします。それはそれはよろしくお願いしますですね。おはようね、よろしくお願いします。じゃあやります。パンダかわいいですねって、な、かわいいよな、パンダかわいいです。これはもうめちゃくちゃ伸びるから、そのつけすぎたら肌が白くなりすぎるから気をつけてください。ちょっと画面外にたまに行くかもですけど、まあ気にしないでください。気にするような。でもまずは下地は必ず塗らないとね、ダメですよ。皆さん、皆さんもやったよか、一緒に一緒にやろうか。パンちゃんの主張がすごいってきてるな、見て、片方だけでかすぎんな。でもな、これ以上後ろ行くってなると難しいから、一回じゃ降りてもらいます。一旦お留守番ありがとうってことで。見て、ほら、片方だけ。わからんか、そんなに。多分わからん。これは黄色です、めっちゃ。黄色っぽい色。
これはアミは水色も持ってるんですけど、水色はねもうね結構使ったからほとんどないんです。水色はねなんかその色はその日によって変えるみたいな感じなんですけど、水色は肌が赤い日とかに塗るやつなので、アミからしたらねいつでも塗れるんですよ。ほっぺがいつでも赤いのでアミはそう、これはウォンジョンヨってやつやったです。そう、2画面のコラボ配信に見てて相手喋らなさすぎやけどな。はい、そういう感じです。これはとても本当に伸びがいいので、あ、皆さんも一緒にメイクしますか、じゃあよければよければ一緒にやってみて。なんかそのこれはなんかねプロデュースしたんですけど、トワイスって知ってますか皆さん。その、 あの K-POP のグループなんですけど、トワイス、あ、やばいトワイスのメイクさん、メイクをプロデュース、ん？メイクをしてる方が出したやつですね。はい、そうなんです。だからまあ一時期ねもうめちゃくちゃ人気でなんか入手困難になるぐらいやった気がする。それぐらい人気でした。あみはでもね、もうね朝はちょっとやばいけど、昼ぐらいになってきたらだんだんね顔が開いてくるね。これはあれです、なんやっけ、あの衣装店でピンのシークレットで出るピンでやったらバージニティが出ました。アミは衣装図鑑でこのピンク色を着ましたよ。ピンク色バージョンを着ました。おでこが広いです、アミは。そう、皆さん引きましたか、これガチャ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 したよって方は何が出たか教えてください。そう、めっちゃ全部可愛くてどれ引いても当たりですよね。ね、でも狙いはこれだったんですよ、アミ。だからラッキーってなったんですね。なんかさ今日やっぱ左目変ですね。なんでやろ、まあこういうのは気にしたらノーノーです。そしてアミはねちゃんと寝てるので、なんかねそんな大丈夫なんですよ。隠す場所がない、そんなに。やば、ほんまにちょっと顔がでかく見えるからダメですね。これはこれでなんかこうやってむくんでる日はちゃんとこうやってやって、こうやってギュッてやって、なんかちゃんと上を向いててください。そしたら肩がつきます。見ててください、ほらそんなにちゃんとやればいけるからメイクをねショールームでするのはなかなかないことですね、アミはね。バトンの時はね何舞台メイクやからもうねすっごい今とは比べ物にならないぐらいメイクが濃いんですよ。めっちゃ嫌やった。なんかなんて言うんかな、嫌っていうかさ、すごいんですよ、派手なんです。そうだからちょっと濃すぎはい、そう。でもなんかでもね、だから普通に見たらえげつないぐらい濃いんですけど、あの何上から結局遠いとこから見るから、遠いとこから見たらあ、まあそんなもんやなってなるんですよ。そう、そんなもんって
思えると思います。ちょっと待ってくださいね。ちゃんと広げないとこういうのは後々後悔しちゃうので。ちょっとさ、一瞬だけ待ってて、アミナ。これ濡らしたいねん。ちょっと待ってて。ごめんなさい、さっきからいっぱい出てきて。ただいま、モス。めっちゃさ、なぜかさ、アミの部屋に入ってきたらさ、パンの匂いがする。なんでだと思いますか？今日パン食べれないのに、ドーナツやのに。めっちゃパンの匂いがする。パンちゃんどこへって。ここにいるよ。やっほー、パンちゃん。でもパンちゃん画面になっちゃうから気をつけないと。こんな感じ。そして昨日の間、違う違う、あ、パンちゃんかな、パンダやから、パンの匂い。そんなことあるかな。まあかもしれん。はい、では昨日のパンはさすがに隠してないよ。机の中にパン隠しちゃうて。ノーノーです、そんな。腐ってるんじゃない。で、その次に、あ、待って、もう最悪や、もう、ちょっと待って、もうさ、ちょっと最悪すぎなんです。ちょっと待って、はあ、はあですね、はあはあ。何を忘れたかというと、昨日ね、洗ってたんですよ、パフを。ふわふわふわになってる。それで干したままやった。今アミは、次はインディスフリーってやつをやってきます。粉です。下地を塗ると、まあちょっとベタベタになるやん。それで、それを防ぎます。はい、はあ、走ったです。家の中をめっちゃ走った。走りまくり。今日は走ってる。走りすぎ。もし、オッケー、マミそんなにつけません。マミはめっちゃ、アミは乾燥派なんです。だからね、この時にやりすぎるとね、あのね、後でね、もう顔がカサカサになっちゃうんで、そんなやりません。で、次ですね、ちょっと直します、一回。はい、で、次にこれはメイクさんにおすすめされて買いました、アイシャドウベース。これはなんかね、普通にあの、何、アイシャドウがちゃんと目につくよっていうやつです。普通に、だからこうやって塗ります。こうやって、皆さんやってますか、一緒に。やってますか。
で、そしたら、アミはね、最近知ったんですけど、アミはね、なんかパーソナルカラーっていうのがわからんかったんですよ。そう、だけど、なんか最近ね、なんかメイクさんにブルベナッツって言われて、ようやくわかったんです。これです。ティレン、アミューズです。これはクリスマスにもらった。です。はい。でも、そんなね、濃いメイクはあまり、そんな、もともとしないので、大丈夫です。で、こうしたらわかるんですけど、まずは、まあ、そんな見せなくてもいいか。濃い色で、アミはちょっとだけ、何、影を描きます、ここに。でも、そんな、また、濃くはないので、安心してください。安心とか、あるかわからないですけど、まあちょっとだけです。もともとある影にちょっとつけ足すぐらいです。これぐらいわかりますか、ここちょっとだけですよ。でもちょっとってどうせぼかすので、後で今からで、これでぼかします。アミはあまり涙袋は描かないですね。わかる？わからんな。画面はわからん。で、この下に、順番変やけど気にしないでください。これはほんま毎日順番違うから。で、ここです。この目のここにやるんですね。濃い色を。そしたら、この目が大きく見えるらしいですよ。こんなん。わからんな。気持ちの問題や、これは。きっと。こんなん。ちょっとわかる？まあいいや。はい、こんな感じでして、その次に、ちょっとだけ、アミはピンクが好きなので、よくね、劇場の公演のメイクの時も、ピンクメイクにしてもらうことが多いです。塗ります。ちょっと見ててください。今からん見える？あ、普通に目つった方がいい？あ、違うな、逆。え、わかる？わからん。まあわかる。ちょっとだけ、ちょっとだけです。ほら、右と左違うやろ。右はこんな感じ、左はこんな感じ。左はまだ塗ってない。可愛いやろ、ピンク。これも全部ピンクです。アミは、アミのお部屋はピンクと白でできてますね。ベッドでさえピンクと白なんですよ。それやりすぎ。ピンクと白はちっちゃい頃から好きです。こんな感じ。そんなにつけません。まあちょっとだけって感じ。そしてちょっとキラキラを、キラキララメをなんか2個ぐらい組み合わせてこの上に乗っけます。これはまあちょっとだけ。アミは目に入るのが嫌なので、もう目に入るほどはもともとやらないけど、ちょっとだけ。わかりますか、キラキラ。こんな感じです。これでアミはおしまい。で、じゃじゃん、ロム&のキラキラで涙袋にキラキラをします。アミはこればっかり使ってるから、もうそろそろね、買い替えたいところですね。こんな感じ。わからないなぁ。わからんなぁ。まあわかるか、反射したらわかる。こんな感じです。それで、ちょっとほんまにアミはこだわりがなさすぎるから、なんか特にないんですけど、はい、よろしくお願いします。で、これ今ミッキーとコラボしたんです。あ、よくないかです。これはアイラインです。アミは最近ママにちょっと垂れ目に引いたら可愛いよって言われたから、それでうまく引けるようになるのを習得中なんですけどね、なかなかに難しいです。
ちなみにアミは目が茶色いので、アイライナーも茶色です。関係ないけど、別にそれは好きな色使ったらいいと思うけど、黒を使うとアミはきつく見えちゃうのでね、茶色なんですよ。わからん、アイラインこそわからへん。あ、わかるか、線が入ってるもん。そして何かな、そしてまあちょっとだけ、よし。そしてやべパンちゃん、パンちゃん危ない危ない、あ、救出成功した。でまあそんなほんまになんか気持ちですね、気持ちで。またラメを入れます。これはどこに使うかよく分かってないんですよね。オッケー、ぐるーん。で、あ、そう、アミは昨日ね、アミはホットビューラーの充電がなくなってね、充電しておいたので、それをやります。どっちにしましょうかね。マスカラです、これは。茶色か黒かで悩むんです。茶色にしたら茶色、黒はでもね、これね、キープ力が高すぎるからね、いつも公演の時に使ってます。汗にめっちゃ強いんです、これ本当に。落ちないんです、これやばいで、ね、落ちなさすぎてびっくりするからマスカラ探してる方は使ってみてください。おはようございます、おはよう。アミバね、あ、はじめまして、ピロスケさん、はじめまして。おはよう。そうですね、はいなんてマスカラって知ってると思うけど、これです、キープマスカラ。なんていうの、キープマジックマスカラと言ってる。じゃじゃん、これです。これはほんとにあのね、マスカラリムーバーっていうマスカラを落とす用のあのあるんですけど、それを使わないと落ちないんです、アミは。これ毎回ぼやけるな。はい、松葉だいぶ落ちたからで、え、でもな、なかなかなんかちゃんと落ちないんですよ。あれ、充電できてなかったかな、ちゃんと。え、悲しい、悲しいです。ん悲しいですぞ。え、あったかくならへん。じゃあちょっともう一回充電し直しですか。なんで書いてる、悲しいじゃん。じゃあ仕方ないのでもう一回充電し直しとこう。ちゃんと座ってなかったんかな。そんなことありますか。まあ仕方ないか。じゃあ普通のやつでやります。アミはあんまりビューラーが好きじゃないんです、まつげが痛むから。私松葉がちょっと残ってるんで少しだけです。そう、なんかね、ダメ、ほんま今じゃあ頑張ってやります。はっ
じゃあ今日は雨は基本いつも茶色を使うので、劇場公演じゃない日は黒を使います。久しぶりに。おはようおはよう。あ、今来た方、今彼女はマスカラ紹介してますからって。かなちーたんです。ほのぴー、ほのぴー喜ぶな。じゃあやります。やばいやばい、マスカラしてますからです。今はやばい、キー、ちょっとね、マスカラはね本当にね下手くそなんですよ。なんかね、松葉してから噛んでますね。マスカラが、マスカラじゃないわ、まつげがさボサボサ。まあいいわ、もうそんなに気にしてないから。まつげなんかさ、前までは勝手にね、タバカンとかなってたんですけど、まつ、ま、なんけ松葉をしてからね、なんかま、なんか松葉の取れかけやから、今なんか良くないんですよ、余計に良くない感じです。ちなみに雨はクリアケースっていうのに収納してます。本当はねドレッサーが欲しかったんです、雨は。けどきっといつかドレッサーって使わなくなるんですよ、いろいろそういう人を見てたら、なんかドレッサーを使うのがめんどくさくなるみたいな感じで書いてて、だからアミはドレッサーじゃなくて普通の机にやりました。なんかボサボサもいいや、もう まつげは気にしてません、そんなに。オッケーオッケー、はいはいオッケーオッケー、はい。でちょっとアミは、あ、そうですね、あとは何やるやろ、いつも普通にちょっとだけやけどシェーディングをします。じゃあアミはね基本チークをねやりません。なぜかというと自然にチークがあるからなんです。自然にチークがあるというか出てくるんです、自然に、勝手にいらんくても。だからねチークには困りません頭につけるけど基本やりません。でやるときは一回ほっぺたを隠さないといけないのでめんどくさいからめんどくさいからね。じゃらん、変わらん、そんな。これもこれはもっと気持ちの問題です。そしてはいおはようございます。てんちゃんとかにメイクを教えてもらいたいですよね。ね。詳しいからさ。ちなみに今は、あとね、目元にハイライトを入れるといいんだって。いいんだってっていうかいいんです。やってみてください。可愛いから。できた。そんな変わらん。ちょっとハイライト入れていきたいと思います。じゃーん。な、ギャルメイクしてみたいな。でもギャルメイクとかしたことないからな。ね、アミはねやったことあるのは、あ、見てほらこんな感じです、これこれをするとなんか何やったっけな、
なんかのね、役があるらしいです。役割がなんか意味するらしいです。じゃらーん。え、でもやっぱ朝より顔が、朝よりっていうか目が開いてきたからっていうのもあるけど、顔が濃ゆくなりましたね。はい、では最後にちょっとこれです。こんな感じです。おはようございます。休憩生って誰のメイクが好きって、え、でもみんなさ全然メイクの系統が違いすぎてさ、なんて比べられへんよな。それではリップを塗ります。まずはちょっと乾燥してるので普通に保湿リップを塗ります。アミは保湿リブリップはニベアが好きです。そしてこれです。ロム&の06を使います。これはティントですかね、確か。そうですね。そんな、これもね気持ちの問題って思うかもしれんけど、生で見たらわかるんですよね、こんな感じで。これはちょっとあれなんで、できた。タラララーン。タラララッタダン。はい、出来上がりです。アミ。アミ出来上がり。イエーイ。はい、出来上がりました。じゃあ髪型どうしようかな。まあ髪型また後でやります。はい、ありがとうございました。今ねお話し会のお洋服もめっちゃ考えててね、悩んでますめっちゃ。はい、そんな感じで終了です。たらーん。まあそんな分からんだいぶ変わってるな。だってな、多分やけど普通にな、どこが変わるかっていうと変わらん日もあるんですよ変わらん日もある。普通の時とやってからの時と、そんな変わらん時と、めっちゃ変わる日とあるけど、まあそんな。でもアミはこだわりがないのでね、なんとも言えないですね。そしてアミは前髪が切りたいです。とても前髪は切れないんです。でも自分で切っちゃいけないから。はい、こんな感じでした。キラララン。ということで今日の1位のコスモライズさんの絵を描きたいと思います。何描きますか。いや、アバター作るの楽しみやな。ありがとうございます皆さん、楽しみすぎてやばいけど、うん、はい、おはよう、おはよう。じゃあちょっと書くあれをやります。書く練習、練習、なん、書く用意をします。今日の1位のコスモライトさんです。はい、え、1位コスモライトさんやんな。そう、コスモライトさんです。よろしくお願いしますアバターお願いします。オッケー、変わってるわ、かわいいなパンダ多分コスモライトさんはこのアバターを描いた気がする。アミは描いたことがある気がするので、中に持ってるものを変えたいと思います。はい、何を持ってるか当ててみてくださいね。書けました予想してみてください。よし、かけました。でででででん。
チルリン、ハートも出してみました。どうですか、ハート。じゃーん。じゃーん。こんな感じ。かわいいだって、ありがとう。じゃあせっかくなんでパンちゃんと。あー嫌やな、ちょっとまあいっか。ピンを変えようかと思ってん。ピンちょっと一回付き直していいですか。はっオッケー、これでオッケー。いきます。はいはーい、はい、チーズ。んん、ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。はい、じゃあ壇上を読みたいと思います。うわ、はい、読みます。せーの。13位まゆさん、ありがとうございます。12位まさやかさん、ありがとうございます。11位ピロピロさん、ありがとうございます。10位継続は力なりさん、ありがとうございます。9位カニさん、ありがとうございます。8位鉄眼鏡さん、ありがとうございます。7位ケンさん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位てっちゃん、ありがとうございます。4位まふみさん、ありがとうございます。3位ともたんさん、ありがとうございます。2位沸騰ちょいさん、ありがとうございます。そして1位はジュル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 ダララン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も今日の朝から長いことありがとうございましたありがとうございました。ということでそろそろ終わろうと思います。皆さん朝からありがとう。じゃあまたお昼に会いましょうね。もう言うてまた2時間後ぐらいにまたすぐ会うと思うのでよろしくお願いします。じゃあまた後でね。バイバイ、ありがとうございました。せーの、コスモライトさん、ありがとう。またね、ありがとうございました。バイバイ、またねバイバイ、またね、ありがとうございました。